バット回りました。大きなカーブでした。スイングアウトの三振です。その後コーチに話して決めたいというふうに昨日段階で言ってました。これもカーブでした。カーブでした。この回は決め球すべてカーブで返せると思うんですよね。うわー、ボターから入りました。あー、取ってます。キャッチャー直球ままですかね。そうですね、縦の大きなカーブでした。空振りの三振で3球続けてきました。フォークで、そしてストレート。ストレートか、あるいは少しこうツーシーム系なのかというボールでもありました。このカーブ、カーブできました。フォークボール、ここは空振り。4球目、これはスイングアウト。内側カットボールでしょうか。生まれた佐藤、空振りの三振、152キロ。ワンナウト三塁二塁です。まあ、ただでさえすごいのにね、ギア上げてきますからね。そうでしょうね。このまっすぐ振るそぶりがないですよね。そうなんですよね、あんまり振ってこないんですよね。どうなるかですね。低めいっぱい、見逃し三振。スイング、カーブだ。変化球、空振り、外のボール、空振り、空振りです。三振。それでも山本由伸は衰えません。インサイド空振りに取ってみせました。ツーストライク、追い込んだ。非常にいいですよね。これはスイングです。試合になっています。空振りの三振、ここもうまく攻めました。7つ目の三振を奪いました。一応目安ですから。おー、なるほどね。プレーの妨げにだいぶ理解につながってるんじゃないかと。しかしノーツーから最後、もう一回スタート。空振り三振、セカンド送球は取り成功。ツー、空振り三振、空振り、最後はフォークボール落ちています。上野の三振でワンアウト。変化球、空振り三振、もう一球、空振り三振、ストレートです。これで2桁10個目の三振を奪いました。感じは少しずつね、今なってる感じです。高めのまっすぐ、ここは最後はバットが空を切っています。三振、粘ったんですが中村。ワンエンド2、ここで変化球、見逃しの三振、落としてきました。お見事。セント2、曲げてきました。縦に曲がってくるカーブでした。セント2、落としてきました。ゲームは5回です。外、見逃しの三振、今日5つ目の三振を奪い取りました。カーブ、見逃しの三振、3連続三振中、これで4連続三振、連続三振を奪い取っています。外、見逃し三振、ここも糸を引くようなストレートでした。150キロ曲げてきました。そうですね、外まっすぐ見逃し三振です。152キロ落ちました。山本、ランナースタート、空振りでヘッドスライディングはアウトです。感じはしますよね。外いっぱいです。147キロ、そうですよね、はい、あと回りました。ほんのちょっとですね。そして落としていくんですよね。あー、カーブで見逃しの三振、最後は大きな変化球、空振りの三振、今日3つ目の三振です。ここはカーブ、ここで落としてきました。フォーク、落としてきました。フォークボール、
大山三振。山本今日3つ目の三振を奪っています。落としてきました。ここでカーブ、スイングアウト、フォークボール、そのカーブが来ました。スイングアウトの三振、ストレート、最後まっすぐ、2目の三振、スリーランまで行ったんですが、いいボールですよ。もうまっすぐが低めに伸びてます、高め、ここに手が出ます。最後まっすぐできました。見逃しの三振です。変化球、いろいろ使いながら最後は落としてきました。山川まっすぐ勝負、20球、20球、はい、で5イニングで100球、直球、空振り三振、すり抜けるとかっていう、もう一番の魔球なんで、今度は外へ少し逃げていったカットボールか、空振り三振レイアウトです。ちょっとポイントがずれるとランナースタート、佐藤は三振、あ安田はここは三振でツーに倒れています。今度はストレート三振です。奪った三振は8個目。2ピッチ、うわジャストラッキング、見逃し三振、山本由伸レイオフピッチ、空振り三振戦、それあのベトナム料理とかじゃないですか、マンガンドキーカーブ、ジャストラッキングノーツー、空振り三振、三球三振に割っています。石井今日2つ目の、あっと空振り三振、最後はカーブ、若月外より見逃し三振、157球ストレート、安田手が出ませんでした。吉野が追い込んでいます。カントワインの2、空振り三振と、ツーアウトランナーなし、空振り三振というシチュエーションではあります。空振り三振、今度は振っちゃいました、今度は振っちゃいましたね。キャッチャー枠付きインコース要求、カルフ三振、ここまで奪った三振は5つ、カーブ今日6つ目の三振を奪い取っています。空振り三振、先の2ストレート、空振り三振、エラー外れた後負けてきた、見逃し三振、今日9つ目負けた三振見えてきました。続けましたよね、スライダー、いや少し平野もいます。カーブでした、ボイ対決、ワンエンド2、負けてきた、カーブ最後までカーブでしたね、山本由伸、そうですね、左は邪魔ですよね、外のボールはスイング、カーブの後低めのボールでした、トゥトゥ、カーブが来た、スイングアウトの三振、踏ん張った山本、高めです、スイングアウトの三振で、今5位までパリーグが、どうでしょう。三球目。ああ、三球まっすぐ。カーブできた。見逃し三振。ここはカーブでバットが反応できません。ここでカーブはツーツー。ここでカーブが、ね、内側からのカーブ。外、落としてきました。ここもフォークボール。連続三振でツーアウト。ここの三振奪っています。ストレートでした。落とした。スイング取りました。三振。見事なボールです。インコースズバリです。インハイストレートでした。落とした。
バット回りました。落としてきました。おお、三振を取りました。2アウト2塁。まあさすがですね、月間でした。いいところ、今シーズンずっと続けています。おお、空振り、入れ替えというかね、はい、やっぱそういうふうにしていけばいいと思う。見逃し三振を取りました。2アウト。そういうことですね。三振を取りました。三振6つ目です。三振を取る山本、8つ目。2アウト2塁。スイングアウト、2塁送球。私の三振を取った。今日10個目、三振を取りました。11個目。2アウト1塁です。ボールが投げられるピッチャーってやっぱすごいですよね。そうですね、はい、最後は外から入れてきました。見逃し三振でスリーアウト。ただまあ失点は1と1も、それから山川です。ああいうボールは打てないですね。打たないですよね。はい、の空振り三振、試合終了。落としてきました。落としてきました。フォークボール。ストレート、154キロ高め。まあここは人。落としてきました。フォークボール、フォークボール、落としてきました。フォークボール、山川三振で、バッター次です。外のカーブ、このフォークがバッター、フォークボール、ズバッときました。155キロ、外いっぱいに決めてみせました。いや、これはなかなかバッター打てません。今度は山本、空振り三振、空振り三振、空振り三振。今57球でしょ。藤原三振でワンアウト。高松、空振り三振、カーブできました。空振り三振、空振り三振、最後は105、落としていって空振りの三振。まず今日最初のアウトは4番柳田、三振で奪いました。カーブは外いっぱいに、より積極的に行くことができました。その結果、軍配は山本。ラストボール、落として空振り三振。ソフトバンクとしてはフォークボールでありますかね。そうなんですよね、この回の時難しいんですよね。はい、リードしてるって言っても、ね、4点リードでもベンチで見てると怖いんですよね。あ、なるほど。あ、こんなバッターなんだで終わっちゃうんで、かわいそうなとこあるんですよね。インコースストレート、ストレート、見逃しの三振、アウトの1回。ナイスボールですね、見事。フォークボール、はい、3球勝負できました。5球目、落としてくるフォーク、こう惑わされてる感じしますよね。ストレート、バットが出ませんでした。見逃しと三振、フォーク、スイングアウト、見事な完封、山本由伸。変化球は残っています。もう一つ落としてきました。落としてきた。
これは低めいっぱい150キロ。素晴らしいコースでした。おお、変化球。これも落としてきました。おお、ストレート勝負156キロ。まずは高部三振でワンアウト。フォークの後はストレート。フォークを続けてきました。外のボールまっすぐ。アウトコースいっぱい。落としてくる。切ってもいいのかなという感じがしますけどね。落としてきた、フォーク。今日5つ目、これで今シーズンの奪三振は200到達です。ああ、そうですか、そうですね。ランナー残塁。行かせるんでしょうけど、はい、カーブ、ここはバットが出る。フォークボール、いい高さ、ボールは落ちています。今日7つ目の三振を奪っています山本由伸。ブカウン、カーブ、ここでカーブを持ってきた。落としてくる。さあ、ここは外、バットが出ました。今日10個目、毎回奪三振の10個目、最後はフォークボールがアウトコース。